はい、僕は、今日全身デニムということで、まあ、いつもあのデニムのセットアップなんていうファッションはするんですけど、あのなかなかこういうスカーフを巻いたりとか新鮮なファッションだったので参考にしたいなと思いました。はい、今日はですねすごく、あまり慣れない生地というか、なんかシルクのこういう生地っていうちょっとねなかなか艶めかしい感じ、そう、はい、そういうのってあまり着る機会がなかったので試行錯誤しましたけども、すごくいい写真が撮れたので楽しんで撮影させていただきました。自分はあのドリスバン乗ってんで春らしい、生地でロングコートですけど、オーバーサイズの感じが、まあ、今年の流行りでインディアンジュエリーもつけて、これは何柄と、これは何柄って言うんですかね、キリン柄でいきましょうか。はい、まあ、僕はこういう感じでいつもコンビニとかは、なるほど、はい、風呂とかはこれで入る。まんま初めてボーグさん の撮影させていただいてとても楽しかったです。普段着ないような洋服を着させていただいて本当に楽しく撮影ができました。ありがとうございました。そうですね、自分もなんかやっぱねボーグさん新鮮ですごく楽しかったです。またボーグさんの撮影も初めてだったので自分たちが表紙になると思うとすごく今からワクワクしています。楽しかったです。表紙なの？これ、ちょっと待って、これ表紙なの？俺聞いてないんだけど。表紙じゃないじゃない？完全にさっき表紙だって思ってうかうかしてたんですけど、はい、一瞬にして大気が汗をかきました。マイクがびちょびちょだ。マイク。結構絶対疲れる。See you in Vogue Japan!